どうもゴールデンボンバーのボーカル桐生印象です。この度先輩の騎士団の綾小路翔さんからアイスバケツチャレンジというものに指名していただきました。恥ずかしながら私も昨日指名されて指名していただいてからいろいろ調べさせていただいたんですが、ALS 筋萎縮性側索硬化症という難病のことなどを調べたのですが、決して1日では24時間ではなかなかこう深すぎて調べ尽くすことはできず、まだ僕も理解が足りてはいないとは思うのですが、僕なりにこのアイスバケツチャレンジというものと、あと世間で今どうな思われているのかと、寄付ということをいろいろ考えた結果、そして、ゴールデンボンバーというバンドもやっているということも踏まえた中で、僕なりの答えを出させていただきましたので、私のチャレンジを見届けていただけたらと思います。私はですね、氷水をかぶろうと思ったのですが、ゴールデンボンバーは今全国ライブツアー中でございまして、風邪をひいてしまうといけないと思ったので、氷水は僕はかぶりません。すいません、寄付をさせていただきます。申し訳ないです。しかしですね、先輩綾小路翔さんのチャレンジの動画を見させていただいて、やはり僕も一応パフォーマーの端くれとして寄付するだけというのはなんだかちょっとパフォーマーとしての魂が伝ったので、温かい墨汁をパフォーマンスとしてかぶらせていただきます。このアイスバケツチャレンジでパフォーマンスするというのが正しいのか分かりませんが、僕も、公に動画アップするということは、そこはパフォーマーであるべきだと思ったので、温かい墨汁をかぶり、風に気をつけ、全国ライブツアーを、このまま元気にいきたいと思います。いきます。濃いね、濃い。夏の墨汁は濃いね。最後に、3名次にチャレンジをする人を指名するということですが、僕は指名をせずに止めたいと思います。これは僕が考えた、出した、結論でございます。以上、桐生印象でした。見ていただきありがとうございました。